始まりました。こんにちは、着物花房のおかみです。もうね、みんなお客様が今日もご来店ありませんでした。そりゃそうだよね。誰も来たくないと思うので、私の方からインスタライブという形で皆様のところにこれから毎日ね、できれば毎日お邪魔できたらなと思います。土日はね、配信できないと思うけれども、それ以外の日はいつも、まあ、大体これぐらいの時間にお邪魔するつもりですので見てください。今日はまず皆様にお知らせがあります。それは今度の土日は臨時休業させていただきます。まあ、土日ね、皆さんもご自宅で過ごされると思うんですけれども、私どもも、まあ、社員の安全のために、休業させていただきます。それからね、来週から多分リモート接客ができるようになると思います。とりあえずどういうふうにしたいかっていうと、まあ、お客様と1時間ぐらいですかね、 LINE だったりとか Skype だったりとか、そういうものを使って、テレビ電話方式でお客様はお家にいながら、私と売り場でその子も見せてとか、色味見せてとかっていうふうに対応させていただきたいと思います。そのシステムができるまでは、DM で着物花房オフィシャル、今見てくださっているところ の、 ダイレクトメールで申し込んでください。まあ、ちょっと DM だからね、土日にこう申し込んだ時間が重なっちゃったりとかっていうようなことはあるかもしれないけれども、それはまた、月曜日出てきたから皆さんにご連絡をするって形になるのかな。あとはちょっと係君が土日でも頑張ってやってくれるのかな、わかんないけれども、DM で入れてください。そんなに殺到するもんじゃないと思うから、ゆっくりと。で、お気に召した商品があれば、それをまあ送るなり何なりして確認していただいてもいい。そうじゃなくて、どんなものを着たらいいとか、こんな帯持ってるんだけどどういうのに合わせたらいいとか、そういう相談でも何でもいい。今のところ本当にお客さんも全然来ないし、私も時間はある意味あるので、そういう、普段会えない、なかなか会えないっていう人とお話ができたらなと思います。この間もね、インスタライブでそんな話をしたら、早速遠隔地の方から話してみたいっていうような申し出があったので、皆様からのご応募お待ちしています。今日は、この店のご紹介、来たらどういうふうな品揃えになってるのかな、どこに何があるのかな、何があるのかな、洗える着物っていうようなお話したいと思います。ね、お店に来たこともない方、まあ、来たことある方もいるかもしれないけれども、まあ、花房の店の紹介を今日はさせてもらおうと思います。じゃあ、こうぐるっと映せますかね。もう全部が見やすいように、手に取りやすいように、一部分が引き出しに入ってて、あとは棚に並んでいます。それを好きなように、ね、手に取ってもらえるです。この中にね、1000点はあるからね。今日はもう展示会のために作ったものがガンガンあるから1000点以上あると。じゃあまず、アイテム中地板、じゃん、中地板、やっぱり洗える、一番肌につけるものだからね。これがうちの、ヒット商品ですね。やっぱり絹を着ても襦袢だけはうちのっていう人もいるぐらいです。まず一番の
最初の初めの一歩的なのはお菓子。うちはお茶のお客さんが多いからね、まあ、こういう色無地でも古文でも付け下げ訪問着でも着れるっていうようなぼかしの襦袢がまずやっぱり一番最初1本あると便利です。もちろんその紡ぎしか着ない、普段着着物しか着ないよっていう人はまたちょっと別ね。でもいろんな意味でどんな襦袢が1枚あったらいいって言ったらこれで、袖を無双にして合わせの時に着れるようにして、まあ、胴一重にして着る、このタイプを一番おすすめしてます。まあ、本当にいろいろあるんです。でちょっと遊び心があるようなんだったらこういうようなヒッタね、これはやっぱり古文とか付け下げぐらいまでかな、紬とかそういうちょっとカジュアル寄りの方に着るようなんだったらこういうちょっと友禅調の中襦袢もそれから花部さんのあらゆる長襦袢愛用してます、ありがとうございます。それからこれが葉竜、これは一重、一重の袖で着るのがベストかな。でもね今ね昔はね一重の襦袢って私が子供の時はもうほんと6月1日にならないと着せてもらえなかったけれども、でも今はもうほんと4月ぐらいから着ちゃってるよね。暑いからねやっぱりこう肌につきがポコポコって葉竜になってる部分は肌にひっつかないし、これだけの透け感があるし、この葉竜今着る時期がとても長くなってきてる、4、5、6、9、10、11ぐらい着れるから、ある意味で合わせを作るのと同じ季節ぐらい着れるので、これはまあ一重の襦袢っていうのはいいかな、持ってると便利かな。ガンガン洗っても綺麗なので長持ちしますよねって本当ありがとうございます、その通りです。であとはロの襦袢ね、こういうロの襦袢、まあ、これはそうだな6、7、8食ってきます。まあ7、8ね着ない人がね最近多いけどね。楽しいところではこういうような襦袢、まあ紬とかね古文とかに洒落て着るのも素敵だと、はい、襦袢はやっぱり肌に着るものだから洗えると便利だと思いませんか。だって私たち毎日シャワー浴びてんだよ、下着毎日変えるんだよ、着物だけ下着の襦袢を変えないっていうのも私もちょっと汚い話だなって正直思います。普通の絹とか洗うとどのぐらいかかるんですか、洗ってもらうと。絹でも洗える絹ってあるの、うん、で洗える絹っていうのもあるから、だからそれは好きかどうかはその人次第、いいっていう人もいれば、やっぱり洗える絹買ったけどって言ってうちに戻ってくる人もいる、だからもうそれはね分からない、他社さんのことは分からない。もらい物の着物ばかり多くて袖丈を直すのも手間なので、いっそのこと襦袢を着物1枚につき1枚作るかと思ってます。すごいな、それすごいことだけど、だったら自分にベストな袖丈にして着物直しちゃった方が安くない？はい。でその次うちはここに色無地があります。ね、この間見てくれた人見てたかもしれないけど、こう色無地もうねこれ全部どれぐらいあるんだろう、多分100色ぐらいは軽くあると思う。ここだけじゃなくてこれと同じのがもう一棚あるからね、反対側にね、これは色無地はお茶を着る人、お茶をする人はやっぱりあるとすごく便利ね。で無地って模様がないから汚れがすごく目立つの、だから抹茶が飛んじゃったりとか、あとちょっと本当にポトッと落と
落としちゃったりとかっていう、それが全部シミのように汚れが目立つから、洗えるものがあると本当にいいと思う。絹のものは絹のもので持ってっていいの。でもやっぱりあのお水屋に行ったりとか、そういうね汚れた場所に行ったりとかいう意味でも、洗える無地、お茶の人必ず合わせと一重とは作っておいてほしいなと思います。静電気カットの方法とか加工があると良いのですが。良いですね。まずね、うちの着物に関して言えば、洗える着物も本当にピンからキリまであるからね、値段も違うけど、うちは帯電防止の加工を全部しています。それでもあのやっぱね、うちで、静電気が起こるっていう人の半分ぐらいよく聞いてみるとね、柔軟剤使ってないの。柔軟剤を使うとだいぶ静電気は減るはずです。もちろんあの乾燥してたりとか、静電気っていうのはその中の悪い素材、ポリエステルと一番中の悪いのはアクリルとかウールって言われているけれども、そういう素材と一緒に来てしまったり、そういう素材が絨毯であったりとかっていう上を歩くと、どうしても静電気っていうのは起こると思うけどね。まあ絹に比べてとかいつも言うんだけど、静電気起きないですかって、絹に比べてとか麻に比べてとか言ったら暑いし静電気も起きると思うけど、その分洗えるから、だからどっちを取るか、状況によっては洗えるものもあってもいいと思う。はい、はい、先ほどの方なんですけど、あの丈がバラバラ、それ丈バラバラ、47、49、51、55ってバラバラなのが30枚くらいあって、それで地盤はないっていう状況らしいです。ね、身長ね、その人何センチかな、その今の方ほどこそ、来週から始まるリモート接客申し込んでくださいよ。本当に多分ね、身長がで合わせ、やっぱりぴったりな袖丈ってあると思う。みんな49センチなんだよね、ほとんどの人が今。でもね、私57センチあるの。見えないでしょ、57センチあるように。うん、私身長がね168センチあるの。でこれで49センチの袖丈にしちゃうと、すごい大きな女の人に見えちゃうと思うよ。大女に見えちゃうと思うよ。こういうところもバランス、うん、だからその人が今質問くださった方が身長何センチ、ヒップ何センチって私聞いてみたい。それとか、それってどういうところに行く、うん、普段着にするんだったら49センチにしておいて、ちょっとお出かけのものだけ、あの訪問着とかだけ袖を長くとかっていう選択肢もあるしね。はい、柔軟剤で色ムラとかなりませんかって来てますね。ならないと思う、うん、私はハミング、人によって違うかもしれない、柔軟剤いろいろ出てるけど、ちっちゃい頃からハミングで、これがみんなコモンです。全部オリジナルのコモン。2段目が夏物で、1段目と3段目が冬物っていうか、合わせ一重になるんですかね。着物、長襦袢、羽織など素材は全部揃えた方がいいのでしょうか。そんなことない、もう全然あのポリエステルの長襦袢に絹の着物もありだし、じゃあ羽織はやっぱり一番上だからポリエステルもあり、うん、でこれがみんなあのコモンです。あ、すいません、手洗いでしょうかって今来ました。うちの着物に関して言えば、あの洗濯機です。洗濯機でガンガン洗っちゃいます。ただ私のしゃべることは全部うちの着物に関して言えばだからね、よそ様の話とかはしないよ、あの分かんないよ。柔軟剤で洗ってしばらく交換するとシミになったりしそうです。しばらく着ないときは柔軟なしで洗うといいですか。柔軟剤を使ってシミになったっていうのは、その柔軟剤がとても古い柔軟剤を使った場合にシミになるという話は聞いたことがあります。昔こんなに柔軟剤とか洗剤が出てなかった、うちも53年やってるからね、最初の頃ポリエステルの洗える着物専用洗剤って出してたんですよ。でそれを第一に取ってた人がもう何十年って
立ったやつを使ってシミになったっていうのは私も聞いたことがあります。はい、これドンス、ドンスの生地、さざ波っていうドンスの生地です。これが鞘形、隠れ鞘って呼んでるんですけれども、鞘形、すごく細かくてマットな感じです。でこれがちりめん、ちりめんの生地、あとはこういう紋章ちりめんの生地、あとね、私はコートなんかにしたらいいなと思うんだけれども、こういうちょっとストライプ系の模様の生地、いろいろあります。これを合わせに仕立てたり一重に仕立てたりすることは自由です。お客様が、一重の、コートが欲しいのとか、合わせの着物が欲しいのとかっていうのはこの中から選んでいただくような感じになってます。これで、合わせにしてで大体10万ぐらいです。正確に言うと9万円から9万9800円まで、中に手ぼかしだったりすると11万とかっていうのが最近出てますけれども、ほぼほぼ9万から9万9800円。ポリエステルだと暑さはありますか？静電気や汗などいかがでしょうか？絶対聞かれるよね。まず絹に比べて、麻に比べて、天然繊維と比べられたら絶対に暑いです、きっと。だけど絹は絹の良さがあって、麻は麻の良さがあって、ポリエステルはポリエステルの良さがあるので上手に着分けてください。それはね、涼しくてね、静電気が起きなくてね、ザブザブ洗えてっていう生地が出たらね、みんなそれ買う。ドンスとはどんなものですか？あら、ちゃんと調べておきます。まあ、これですよね、うちで言うと、はい、うちで言うとこういうようなこの生地ですね。ドンスって、ジャガードのような形だと思うんですけれども、ドンスっていうのを、調べてください。今ネットでいくらでも調べられます。それであとは、夏生地で言ったら、長襦袢、洗濯機で30回以上洗ってるけど全く問題なくて本当に助かってます。ありがとうございます、もう本当そう、30回どころじゃない、私なんかもうなんかちぎれるぐらい洗ってる、ちぎれないけど、持ちすぎてちょっと困っちゃうぐらい持っちゃうんですよね、うちも、ね、そうなんです。ただね、やっぱりね、生地は進歩してるからね、本当に古い襦袢だとツルツルするよ。私も持ってるもん、昔の襦袢だから。目安はリサイクルをお求めの方にって書いてあるところに、タグが、ホームページ、タグの見分け方が書いてあるから、公式ホームページにありますね。そうです。そこで最近のだとでね、やっぱりね、初期一番最初の頃は着物もそうだけど、着物もそうだけど、襦袢も全然着心地が違う一番最初のタグは、で今それがね、ネットでね、オークションでいっぱい出てる、メルカリとかそういうようなのいっぱい出てる、初期の頃だから、あれを見て今の花房の品質だって絶対思わないでほしい。全然違うもん、まあ、あんま言っちゃいけないのかもしれないけど、うちのだからね、責任は取るけれども、やっぱ進歩してるからね、全然。で、これがロ、夏のロ。ちはローチリメ。で、これがタテロ。この素材で、タテロはね、やっぱコートとか作ってもいいなと思う、夏のコートとか。こういうのがあります。で、これも、敷き当てもつけて、仕立て代も込みで、まあ、8万8000円ぐらいから9万9800円かな、同じぐらい。
地盤は証券で着物を洗えるもの、またはその逆と洗える着物と地盤で揃えるのどちらがおすすめとかありますか？特にないです。でも機能性から考えると地盤が洗える、地盤は洗えるといいよ、うん、って思います。やっぱりサダに着るからね。洗った後干すときに低い物干し竿だと裾が下についてしまいそう。お持ちの方部屋干しなんですかね？それはあるよね、その悩み。高橋着物工房さんの和えもんっていうのを使ったらいいかもしれませんよ。和えもんって引いてみて、高橋着物工房さんの。どうしても下げるところがない方はそういう、こう蛇腹干しになるからね、そういうのも便利かなと思います。ね、あとはこういうのが、どうしよう、夏のコートね。みんな一番今本当はね、こんなことでもなかったら皆さん欲しかったよね。こういう羽織にしたりとかコートにしたりとかいうスケール素材ですね。まあ5月から着るのが正式だけど、皆さんもこんだけ暑いから4月から着ちゃってるよねっていうのがあります。今日はね、帯までは紹介しないね。じゃあ、あと、高橋着物工房さんのハンガーついこの間買いましたって言ってますね。ああ、そうでしたか。いいと思います。はい、ね、向こうの風おかみちゃんとね、この間もソウルね、行ってきて楽しかったけど、あとこっち側が付け下げ訪問着です。この付け下げ訪問着、うちは全部職人による一品の手書きです、ね、インクジェットとか使ってるでしょ、その某メーカーさんとかね。うちは全部手書きの一品もの。だからこれと同じものは一品しかないし、同じものは私も作らない。色違いは作るけどね。じゃあ具体的にどういうのがあるのかなっていうと、例えばこれが裾ぼかしの付け下げです。私はね、これを色無地以上付け下げ未満っていう風に定義しています。まあ本当は付け下げなんだよ。ただ、友禅のすごくこう華々しい付け下げではないので、お茶の人なんかは本当に便利だと思う。あと街歩き用にちょっと着たいなとか、まあこれを着て街を歩くってじゃないけど、こうホテルでランチディナーしたいとかっていうような時に、コモンよりも少し上等の感じで着るにはいいんじゃないかなと。こういうのがここにずらーっとあります。もらい物の袖丈直すのは花渕さんに頼むこと可能なのでしょうか？大丈夫ですよ、もちろんやりますよ。着るでしょ、でも全然問題ない。そういう人いっぱいいる。で、裾ぼかしの付け下げ、こういうふうにね、ちょっと印象がね強いのもいいと思います。個性的。これね、私がかけてるとちょっとこう水っぽくなっちゃうかもしれないけど、もうほんとお茶の年配の先生なんかが来たらすごいかっこいいなと思うし、もちろん若い人でも別にいいですよね。おしゃれで着こなしてもらう分にはいい。でこれが今のがもうぼかし、裾ぼかしの、付け下げ、大体ね、これで15万とか18万とかです。仕立て代込みでね、今のでね。で、次、これが友禅の付け下げ。ちょっとかっこよすぎるかな。うん、でもまあ、お茶の人とかね、あんまりこう、同じ友禅って言っても、カビなのは、だだだっていう人、こういうような付け下げ、かっこいいと思いますよ。
逆にこれ一重にしてもいいよね。春一重の時はあの真っ白の炉の帯6月して、9月になったらこっくりした帯をしてとかって言って着分けられる。結構濃い色を夏に着るのも私は好きで、そうだな、これが同じ、やっぱり友禅でもこういう風にバーンって華やかな模様もあります。唐草模様ね。もちろんこれは若い人が着てもいいし、まあもうここまでパーッと豪華で華やかな感じがあったら訪問着に匹敵するような柄付けの華やかな付け下げもあります。この友禅のものでだいたい23万とか25万です、仕立て上がりに入れてね。最後にうちのやっぱりうちでしかできない、日本でもうちでしかできないこれ、うん、今ね、多分オフィシャルのストーリーで上がっている訪問着です。全部職人さんが1点ずつ書きます。付け下げとどこが違うのって言ったらやっぱりこの柄付け、付け下げの場合は胸と裾と内袖外袖だけども、訪問着はもう肩から外袖だったりとか、うん、仕立て代込みでしょうか。仕立て代込みです。仕立て代も全部つけてこれで30万と32万ぐらい、訪問着でね、うちだからねこの30万とか32万とかがあるからみんな花房高い花房高いって言われるんだけれども、古文とか色無地って9万から10万の間じゃない、だから他と比べてもそんなに高いなっていう意識はないんだけど、やっぱりここまで来るとねこれはうちならではです。これはインスタとあとオフィシャルのホームページのコレクションで上げてます。はい、だそうです、はい、で、あの裾引き返しのところもね、友八掛がついて、友八掛友生地でね裾引き返しで、柄も入ってます。本当に訪問着仕様になってます。これが大体うちの、商品ですね。長襦袢があって色無地があって、小紋類があってコート、そして、付け下げと訪問着があります、うん、呉服屋さん入りにくいです。花房さんもよく外から覗いていました。同じビルのヨガに行ってたので。ああ下にあるよね、うん、あのぜひぜひ怖くないですよ。あのうちは取り囲んで売っちゃうってこともないし、ちょっと見たいとか、だからそういう人本当に今度 の、 あのライブに申し込んでくれてもよりも、リモート接客に申し込んでくれてもよりも、下のヨガに行ってたんだったら、まあ、ぜひ来てください。やっぱり敷居の高さ私も感じますとか。そうそうそう、ますね。あのね、私がこれを設計した時にわざと自動ドアにしなかったの、ちょっと入りにくいドアにしたの。やっぱりここで買い物しどん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 いろんな人が入ってくると、ここでお買い物を楽しんでる方がちょっとねだったりするから、だけど全然怖くないから、まあ、ご夫婦さんっていうだけでみんな敷居が高いと思っちゃったでしょ。あ、実はすでに来店予約入れてます、金曜日に。あ、分かった、待ってるよはい、ちゃんとシートに入ってました。花房さんは怖くないです。はい、怖くない。着付けの先生が花房さんの仕立てはとても上手だと言っていました。ありがとうございます。本当にね、仕立ての話はまた改めてしたいね。うちはもう洗えるからって糸に蒸気アイロンを当てて、で縮ませるだけ縮ませてから縫う、それぐらい気を使ってるからね、うん、じゃあまたあまりねいっぺんに話しようとネタなくなっちゃうと困るから、明日も同じぐらいの時間にお話をします。オフィシャルホームページのコレクションもいくつか今日写したやつを頑張ってあげるので。そうですね、ホームページも。そうだ、着物花房オフィシャルをみんな見てくれてる人、着物花房おかみっていうインスタのページもあるのね。そこは私のコーディネートがずらーっと載ってるので、そこは私のプライベートな
あの生活の部分がストーリーで上がってるの。愛犬のゆずちゃんを散歩しましたとか、あと今日はこのパック使ったよとか、うん、飲みに来てるぞとか、そういうのがストーリーで上がってたりするので、着物花火さおかみ、私のちょっと若い時の写真が出てくる、それを見てください。あのフォローしてくださると嬉しいです。なかなか何枚も買えないけど、いつか自分で選んで買ってみたいです。嫁に持たせてもらったものしかないので、明日も楽しみです。ありがとう。みんなそうだよ、みんな持ってるのはあのお嫁入りの時のやつを買い替えようかなっていう人が初めて来た時だけ、うん、だからまた明日お目にかかりましょう。怖くないよ、遊びに来てね。自粛生活明るくなりました、ありがとうございました。うん、インスタの写真の見せ方も分かりやすくて楽しんでます。ありがとう。後でみんな読ませてもらいます。はい、じゃあそろそろ今日は終了にしましょう。失礼します。はい、さようなら。